ユニークな技を持つ鳥。第1位。相手によって態度が豹変、あっと驚く大変身。その鳥は南アフリカに生息している。アフリカオオコノハズク。体長20センチほど、オレンジ色の瞳が美しい小型のフクロウ。敵がこう近づいてきたり変身するんですよ。なんと相手の強さに合わせ変幻自在に体の形を変えるという。ここで登場したのがベストハウスの人気者、アフリカオオコノハズクのポポちゃん。では早速その変身技を披露していただこう。まず登場したのがどことなく気の弱そうなメンフクロウ。ポポちゃんにとっては格下の鳥だ。どんな変身を遂げるのか。メンフクロウが近づくと、羽を広げて前のめりに。目つきも変わった。自分より格下の相手に対しては俺は強いんだとばかりに、とっても強気なポポちゃん。だが最大の天敵ワシミミズクが近づくと、その態度は一変。一体どうなるのか。ワシミミズクが来たのを見つけ目を丸くするポポちゃん。次の瞬間、誰もがあっと驚く変身を遂げる。これだ。ワン、ツー、スリー。もう一度ご覧いただこう。ワシミミズクの登場に身の危険を感じたのか、急激に体を細め始めた。そのまま観察していると、開いていた目をつぶり、最終的にはこんな姿に。何やねん。その大きさたるや通常時のほぼ半分。実はこれワシミミズクから見れば木の枝に見えるらしい。さらにその技にはこだわりが。腹部の羽は枝の色とはほど遠い白。そのため常に敵に対して背中を向けるように動き続けるのだ。これではかえって目立ってしまう気もするが、本人は真剣そのもの。だがなぜこんな急激な変化が可能なのか。実はもともとフクロウは大量の羽に覆われていて、体はさほど大きくはない。一気に羽を体にピタリとくっつけたというわけだ。アフリカオオコノハズクはそんなフクロウ類の中でも羽を自由に操る能力に長けているのだ。自分の身は自分で守る、自然界で生きるための知恵が生んだとってもユニークな変身技だった。以上、動物部門アダルトチームからのノミネートです。